よし行こう。うわ、結構重い重い。赤い花、沼地の植物から入手可能。これなんか泳いで帰った方が早そうな気がしてきたかな。大丈夫本当。あれなんかでもサメだったら終わりだわ。攻撃した音がしたぞ今。いった、なに、いった、ちょっと待って、大丈夫やばい、大丈夫、タイガー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 、ブリ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 、ちょっと逃げるよ。どこいる、わー、タイガー、いや、行け、遅い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 、ちょっとみんなで、みんなで行けんだろ、ペロペロしろ、ペロペロ、オラペロ、タイガー、オラ、タイガー、ペロペロしろ、タイガー、ペロペロしろ、ペロ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 なでた、あもうテイム、テイムする概念はなかった。とりあえず一回殺しとこ、テイムとかじゃねえから、うん、一回殺しといた方がいいわ。ここ怖えな、これワンパンされてっから。じゃあ沼行く、行こうか、じゃあ行ってきます。はい、めっちゃ魚いる、ここ頼むよ。あ、めっちゃピラニア、危ねえ。ベリーもお願い、これ洋服、これ洋服行かれた。あ、ベリーもいけるらしいっていう声はある。あ、男らしい。 X は霜降りみたいに速くなるだけだって。あ、じゃあなんだ、じゃあベリーいける、ベリーで、ベリーはどれ、とりあえずいけるらしい。どれだろう、何ベリーなんだ、何ベリーだろうな。アズルベリー、ちょっとな、全部あげてみるわ。うん、ちょっと試してみてくれ。あ、ベリー実際に渡せばよかった。あ、入れたっけな、やべやべえな、やべえな、俺確実にはまったな。ん、エロプロさんに殴ったもん、確実にはまった。よし、いや、それね、いや、殴るとカンガルー殴っちゃう。カンガルーでも体力、あ、え、うわ、何、なに、うわ、待って、なに、タイガー、まだタイガー、あそこだ、タイガー、タイガーそんないるの、さすがに遠いから戻れないぞ、うん、せやな、ペロペロで、ペロペロで頑張って、ペロペロ二人のペロペロだったらいけるから。いけるいける。全然いける。あ、全然いける。ああ、ああ、ああ、簡単。よしよしよし。これやばくない、ヘルプロさん。ここ危険だね。ヘルプロさん、俺らやばいな、これ。俺、洋服着てねえんだわ。実装当時はキノコ類。皮、作れるんじゃねえか、あ、でも10個しかねえよ。俺、74はそう。壁作るにはあれだな、フェンスが必要だな、まず土台フェンスが。ああそうか、うん、でも周りの木とか多分集めればできる。エルプロさん、俺あの何、皮29あるんで、ちょっとよければ。キノコは今食べない、ちょっとキノコはもう食べない、キノコは今食べなくて、おそらく X として食わないが濃厚。なるほど、いろいろ変わってんだね。いや変わってるんだね、やばいな、カンガルー結構あのタイガーにやられるな。マジで、まあタイガー寝てるカンガルーいたら襲うだろうな。皮の何、服、服、服だけ、服だけ、とりあえずワニがいる、そこ、いや、これいけるかな。はい、守ってくれカンガルーを。いや、あ、またタイガー、またタイガー、ほら、いった、タイガー何、湧くの、いった、そんないるのタイガー、近くで湧いてんの、ちょっと待って、カンガルー近くでやだめ、恐ろしいな、恐ろしいやだね。ちょ、そっち行くとカンガルーだくっちゃう、うん、一回ちょっと、一回そっち行く、一回そっち行く、一回そっち行く、俺ドンさんの後ろに、よしよし、あ、いる、標準士が、うん、先行ってる、オッケー、水入った方がいい、少し水に入って、あ、じゃ勘弁してくれよ、湧きすぎー、湧きすぎだなー、湧きすぎだよ、どこで湧いてんだよこいつら、そんなにいるの、ちょっと待って、かっこいい、ちょっとなるこ、とりあえず帰ってきてこのまま、あ、もう足んない、沼地行こうか、まだあるっちゃあるけど、ちょっと待ってね、よし、白い花つってたね、あんまそこ冷静でいられないから、あんま見てなかったな。エルブラさん、建造物作れそう？いやー、ちょっと待って、まずナルコを集めてる。ああ、そっかそっか。さて、藁の建材で囲っちゃう。そうだね、藁の土台フェンスと藁の壁で、うん、多分囲っちゃった方がいいかも。よし、
え、タイガーラプトルの2倍攻撃力。いやー、だってやばいもの。やばいね。よし、じゃあちょっと。とりあえず沼ついたぞ。白い？白い？白い花？あー、あるない。ない。木材がない。木材。標準値どこ行った？ん、もうついてるついてる。頼むぞ。早くしてくれ。うん。白い花。白い花。白い花？白い花。あ、ヘビだ。ペロペロペロ。あ、ペロ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 。これやばくなったら本当に飛んで逃げよう。うん。よしやだ。あ、虫。びっくりした。虫か。沼行ったら木切ってキノコでもいいんじゃねえかっつってるよ。木を切るとキノコが出る。なんかキノコがね、ちょっと情報が錯綜してて。あ、ちょっとこれ大丈夫？この数。虫すごいな。虫がすごい来たな。岡野がすごい倒してる。あ、いいねいいね。いいよいいよ。おお、びっくりした。びっくりした。うわ、ワニだ。びっくりした、ワニだ。ペロ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 土台で土台、うん、囲って土台の上にじゃないと壁が作れないんだ。え、痛い、え、で、俺壁次作るから。ちょっと待って、はまってる、はまってる。土台、あ、それ、それもう土台落としたから置いてもらうだけ。土台を壁を作りたいところに置いてもらえれば。壁どうやって作る？白い花、白い花ってそうだよね。 あるけど、これどうやって取るの？囲う形で取れない。9個あるから3、あれ、ここなんか3、4ビタッとこない、ここビタッとこない。なんで取れねえんだろう。カエルって何食うんだ。生肉。生肉か。あれ、この前俺どうやって取ったっけな。土台もうちょっと必要だったら作るし。ゴリラで適当なやつとは取れた気がするんだよな。こんだけあれば。あー、やはりゴリラ。お、びっくりした。木の壁、木の壁、あった。あ、なんだ、ペロペロされてる。あ、ペロペロ。木材か。なんか急にラグんのがマジ怖え。ね。あ、なんかワニも来てる。このヘビ。このヘビ何なんだよ。来るなら、来るなら来いよ。よしよしよし。よしよし。怖え。マジ。白い花。鉄さん壁。全然見当たらないけど。あのね、さんがどこにいるのかも。確かに、これだけね、沼入って左の方にね、行くと。沼入って左の奥の方に。あ、ラグってる。あ、もっと奥。あ、これラグってたのか。え、これラグってんの？怖い怖い。ちょっと怖い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 。あ、あ、止まってるみんな。あ、くっついた。あ、うん？あ、これのこと？じゃないかな。あ、動いた。え、全然取れそうな気配がないな。取れそうな気配ないよ。くそ、くっつかないこれ。どうだ。ん？全然取れそうな気配ないな。本当にこれか？水は大丈夫。違うのかな。あー、くっつかない、くっつかない。いや、これね、ビタッとくっつくところじゃないと。けど、こっちの方で取った記憶あんだよな。花は赤じゃなかった？って。赤？くっついた。花赤だった。なんだこの上に壁作っちゃうよ、じゃあ。うん。え、木もこう殴れんのか、こいつ。あ、さすがに出る。あ、いいよ。囲ったね。いいよ。まだあと1個囲って。どこ？あ、ここか。君たちどこ行った？これ大丈夫でしょ。他の方の動画ではマッシュルームとなんとか X と麻酔薬をゲームしてました、うん、見当たらないな、うん、君たちの姿は見えない。あ、いたいたいた、いる。なんだろうね、水飲んじゃうな、ここ、え、あ、
だってこれ岩どかす？岩どかすか。岩壊して完全に囲う？しよっか、そうやって。あ、じゃあ扉作ろうか。これ今誰が戦ってる？俺が戦ってる。あ、ヘビと。ちょっとラグくて、うまく戦えない。土台まだあるよね。土台まだ3つある。じゃあドアを作って。ないなぁ。よし、よし。木材。あ、てか俺。困ったなぁ。困ったねぇ。これは困ったねぇ。これは困つうたねぇ。この、これはこの変な。あ。見えない。これじゃないか。考える大変なんだ。希少な花ではないのか。希少な花じゃないんじゃない。なんちゃら X？ うん。なんちゃら X？ 赤い尖った感じ。希少な花しか出ねえな。やって。でもこれ繊維がやたらだ。壁がもう一個。あ、やばい。あー死んだなこれ。え？あ、ちてて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 。あった。おお。X の種はスウェジャー苦労するで。マジ？あれか、カマ、あ、カマが必要か。いって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 。お、なあ、びっくりした。あいた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 。なんだなんだなんだ。あ、うわ。あ、死んでる。え？どこで？どこで？チタンボアにやられた。木に挟まったな。しょうもなな。しょうもなな。しょうもなな。てかカエルどうした？ちょっと待って。カエルどうなったかな。どの辺カエルが挟まってた。死んだとこ。沼地の右の方。そうそうそう。沼地の右。よし。ちょっと。あ、ゲコリン。あ、ゲコリン。あ、あ、死んだ。死んだ。ゲコリンが。ゲコリン。やっぱ名前かな。名前だったかな。うんぽこりん。いや、うんぽこりんだったらね、死んでないよ。うんぽこりんだったらね、知らなかった。うんぽこりんだったら死んでない。ゲコリンだもん。いや、でもこの辺ね、なんかちょっと時々挟まるからね。この辺ちょっとね、危ない。マジで。挟まる本当に。てか、あと手に入らないよ。ラグがなんか結構起こる。うん。マジ？うん。なんか動きづらかったりする。だから結構危ない。どうするか。うんぽこりんだったらみんな今。うんぽこりんだったらもうみんなやね悲しんで悲しんで、うん、くれてたよ。まあゲコリンでも悲しいは悲しい。戻るか。出ねえな。正直わからん。正直わかんなかったな。うん。あ、白いカエルだ。あれ、カマ作っ。あれ、ちょっと待って。うん？やばいよ。腹減って死ぬぞこのカンガルー。あ、じゃあちょっと待って。どいて、どいて、どいて。うん？いや、食べさせればいいんじゃない？うん、なる子。いや。あ、そっか、あげられんだ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。それ大丈夫。なるほどね。空腹は大丈夫。あ、じゃあちょっとベリーいっぱい入れるわ。よし、もうパンパンお腹。ちょっと待って、俺とりあえず。なんだ、ないで。ゴリラがゴリラ発動した。テタさん帰った？あ、一度戻った。あ、オッケー。じゃあ帰るわ。それで調べてみるちゃんと。あ、でもまた標準さんの荷物回収してきた方がいいな。確かに。ああ。どこで死んだ？右側？右側、右側。ちょっと待って、俺も行くわ。いやだけどどうかな。チームドンピシャー。大したもんは持ってなかった。植物種。なんかカエルがハマってんな。X の種。水かどうか覚えてる？あ、あのね。うん。水辺の近く。水辺の近く。水とそう沼の水と。陸地の間あたりこの辺じゃないかな。ワニだ。あのね、ワニとヘビが多分2匹ぐらいいた。結構奥目に行ったのかな。そうそうそう。ありそうでない。ありそうでないな。マッシュルームね。マッシュルームって誰か手に入れたことある？希少なキノコ。いやない。あ、でもキノコはね、ある。なんかあったな。キノコは一回見たような気が。希少なキノコか、
希少なキノコ。希少なキノコ。なんかもう。レアマッシュルーム。うんこ出ちゃった。どうすっかな。沼地の植物か山頂。やばい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 。キノコ家にあったっていう。これやんの。これやんのだけに。いた。あれ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 。こちらやろこちらやろこちらやろ。ゴリラ。でもゴリラ、俺とは多分剣が剣がない。さっきのゲコリン HP500 ぐらいあったのにな。ああ。X の種は2個。2個か。ここら辺で死んだな俺。希少なキノコも2個。うん、よーし。とりあえず持ってきて。とりあえず持ってきてくれ。分かった。あのね、でもね、マッシュルームはなんか今食わないってあるらしい。そのなんか変わっちゃったのか。一応持ってくわ。うん。捨て腰んでいきゃ すげえ取れるってよ。何が？多分。ああ。あのあれね。なんかあ、手に入ったわ。え？植物性 X。食あれ、ね、あ俺これ二度と言えないやつだからもうダメだわ。食 X 手に入ったわ。 X 手に入ったわ。やっぱあれだとゴリラで適当に攻撃してた時に手に入ったのおかしい。あじゃあこの赤いやつか。うんそうこれやっぱこれだったんだ。それだ。じゃあそれの方が早いな。なんかに乗ってやった方が早いのかな。いや早いっていうか多分ねあの量が違うんだよね。取れる量が、うん、人とそのゴリラとかだと日が暮れてきたな。でカバンあった。カバンはないから、うん、X はあったカバンはないな。カバンはないな。怪しすぎる。カバンはないわ。カバンがカバンどこ行っ。とりあえず誰か持ってきてくれ。今持ってってる。とりあえず。あー寒い。暖を取ろう。2個しかないけど。焚き火ここ。別にゴリラでもいいんでしょ。ゴリラでもちょっと待って。なんかすげえ重いぞ。この辺ね、なんかおかしい。ゴリラ失う。ほんと重いんだよ。やっぱ重いんだね、その辺。これゴリラ失ったらもう、使命だわ。ゴリラ失ったらマジでよ。え、X 何個でいって。わからん。わかんない。とりあえず、想像以上にへこむからな。うん、X2 個ってさっき誰か言ってたような気がするな。ほんと ?2 個だったら今は2個持ってるけど、X6 個ある俺今。あ、いいじゃん。え、帰ろう、帰ろう、帰ろう。とりあえず持ってきて。いけるかい。ちょっと待って。やばいな。暗くなってくる。松明ねえわ。日が暮れる。早く。あ、俺やべえかな。ここ、あ、違う。俺これ今落としたやつだ。若い老害、自分で捨てたやつをカバンと間違えやがって。ああ、カバンの間、今一瞬希望抱いたんだけど。急いでくれ。連れてって俺。俺らビビってんの。あ、行こう。寒いって、エルブロさん。寒い。ちょっと待って。今かかりビーも作る。あ、いやでもね、ここにいるやつ大丈夫。おさん。大丈夫。あのね、早い。ちょっと待って。早い。それは早い。行こう。6個もあればいけるんじゃないか。いけそうな気もするけど ね貴重なもんだし。いやちょっとお腹減らしとくから、ちょっとペーサーの管理に任せよ。そこは、うん、暗くなってきたよ。キノコ食うって英語ウィキには書いてある。英語ウィキには書いてあるか。どうさ、あサメだけ出た。あーゴリラほんまゴリラほんま。もう今鉄塔さん待ちだから。あーそれだ、うん、今川越えたところ。いいよ、もう明るくして待ってるから移動してくれ。二人乗りした時お互いが違う方向指示したらカンガルー避けるのってやばいな。えぐすぎだろ。うん、なんで右左に乗ってる体なんだよ。えぐい。暗くなってきた。やばい。やばい、これ見えるかな。やば、まあ、こっち火ついてるよ。すげえ暗いぞ。もう全力でここって火つけてるから、うん、火ついてるから。あ、あれだ。タイガーマジでなくてよかった。あのね、ちょっと裏技使った。あれ土台作った。あなんかね、土台が湧き潰しになるんだって。へ、なるだからなのこれ。待った。で、撃つを待つっといたから。あ、来た来た。おい、あ、来た。あ、いた。くれ。他の方の動画ですか。 X とかマッシュルーム30分でテイムのゲージ4分の1ぐらいしか進まない。結構必要な可能性があるな。気にすんな、一回見るから。でもこの今夜は危ねえから。あとナルコベリーも出しとく。
一回戻ってプテラで行くか。一回、一回入れるか。それでもいいし。試しに。一回入れるよ。じゃあ、うん、X 入れるよ。うん。いや、夜は見えないし。うわぁ、うわ、ん、行ったけど、2個でこれだ。かなり危ない。2,3,4,5,6,7,8,9,10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 
ゲージ。マジか。え、マジ？ってことは一気に必要だ。あ、本当だ。じゃあもうちょっとあれだな、ゴリラで取る必要あるな。そうだね。大変だね、こいつ。キノコ、キノコ、キノコ。とりあえず夜はここで。ちょっと、キノコ、キノコ行く、キノコ行く。あ、キノコ行く。あ、じゃあ、あ、すげえ取れたじゃん。キノコすごい。じゃあ届ければいいんじゃない？これ。早く届ける。キノコ。ちょっと待って。欲しいね。飛んでってしまえ。待って待って。どうした？今ゴリラが受け取ってる。ああ。いやあのねテイム値もね上げてんだよね。あのね。ちょっと待って。あ、これで降りて。ちなそれ取れるのマップ西側中。え？マップ西側中域の川付近で取れる。キノコいくつある？え？西側の川付近ってのが多分今んとこじゃないかな。ここ西なんだよね、もともと。見えねえ。見えねえ、これ夜行くの。見えねえ。もともとここ西だから多分あそこのこと言ってんじゃねえかなと思うんだよな。付近で取れる？しかも中域、ちょうど中域付近だし。ん？二人どっちかキノコ持ってる？俺今 X を持ってってる。あ、キノコはない？キノコはね、多分ないと思う。ないか。キノコの方が効果抜群だった。うん。マジか。ってなるとね、多分それ。ってなるとそれ足りないんじゃない？足りないと思う。今ならキノコ食べさせなきゃよかったな。マジかよ。どうする？ X6 個今持ってってるけど。X6 個でも多分これいけない。いけない。じゃあ、うん、集め直すか。集め直すか。今向かっちゃってるよ。どうする？じゃあゴリラからいるわ。はいよ。でもお前それはだ可能性考えて。可能性を考えといて。それはですよ、うん、6個で半分だから、うん、そうだね、やっぱで、キノコが多分2個ぐらいありゃ。おーし、行くぞ、ゴリラよ。ベリー食わせる？あ、あれ？なんか俺、重たいのかな。いや、ベリーまだ大丈夫じゃねえか。あ、でもそんなすぐ来ねえから、ちょっとあげとく。そんなことねえな。近づけよ。そこ、焚き火かなんかしてる？してる。もう、明るいよ。いや、捨て子がさ、捨て子が思った以上に遅い上にでかすぎて超やりづらいんだよね。あ、囲ってやる。ちょっと、とりあえず6個どこ落とすくれ。ちょっと夜行くの不安だけど。夜怖えな。よし、気絶地は大丈夫。巨人氏、ゴリラ何あげる？レベル気絶地はまだ200ありゃ大丈夫でしょ。体力ね。てか、鉄道さんくれたのナルコベリーの種だな。重っ、なんだこれ。ちょっとナルコベリー足んなくなるかもしんない。じゃあちょっとそこら辺の草、ゴソゴソしてくる。なんだ、あ、こいつだ。寒いタンを取ろう。草がもうほとんどねえな、この辺。まだいやばい、映画のワンシーンになってる。収納ボックス作っとくよ。うん、暗い焚き火の横にもう拾ったのガンガン入れちゃう。しかれた。うん、誰だこれ、立ち上がらない。どうした？荷物を持ちすぎ。これでいい。チャンネル一人入った。タイムシフトかな。ありがとうございます。なるこ取ってる。なるこ頼んだ。川の近くでなんつってたっけ？ん？何が取れるっつった？ X？ X？ やばいな。よし。よし、行くぞ。よし。満腹度はまだ大丈夫だろう。まあでも一応これ9個だけ食べたい。俺のお腹が後ろに捨てたよ。うんうん、あった。あ、あの収納ボックス置いてあるよ。あ、なるほど。あ、朝になった。いや、
レアらしいからな。レアマッシュルームだからね。こいつスタミナねえな。あー怖い。誰かのラインキノコはクリスタル。いや俺のラインじゃねえぞ。俺のラインじゃねえ。だけてるんっつった。あ、なんかなってるね。うん、あれだいたい標準さんだから。あー標準しろ。標準友達多いからな。そうなんだ。家でもマナーモードにしねえとかマジ。今の。これ平素なんでやばいな。だいたいこういう時って。ちょっとお茶飲む。これさ、雪山にさ、うん、クリスタルがあるらしいんですよ、近くに、うん、そこでキノコが取れるらしいんですけど、うん、じゃあちょっと、何も持たずに行ってみようかな。あちょっと一回ただ、掘るものないぞ、俺。あ、掘るのは何？どっちだ？もしかして、鉄？鉄のピッケルとかっすよ。大事そうなもの金属のピッケルだって俺持ってない。俺も持ってない。あるよ。じゃあとテイムゼロ怖えな。中に入れる。はい。ピッケル確かにここ寝袋ぐらいは欲しいね。ああやべ寝袋作るか。お前帰る攻撃しちゃった。ちょうどいてさ、他のも置いてるから。ちょうどカエルがいて、大丈夫やで。お前そいつはこれ、そいつは損害賠償が。大丈夫やで、信じろ。俺を信じろ。なんかクリスタル、クリスタル。三回やろうとしてるから。ジョコリアに関しては。いや俺と縁がなくてな。クリスタルはクリスタルっぽくなってる。クリスタルを掘ったら出てくるわけじゃないんでしょ。あ、わかんない。でもなんかさ、クリスマス、クリスマス、クリスマス。うん。やばい、ちょっと待った。凍えてる暖房と死ぬほど寒い。巨人さんも行ってこいよ。また俺裸だよ。死ぬほど寒い。ほら音がすごい。多分凍えるよ。凍えなってる。やばい、クール、待って。何このクリスタル掘ったら。クール待ってクリスタル掘ったら。クール待って、落ち着けゴリラ。あー俺が寝ちゃう。ゴリラお前ちょっと待って。あれやばい、よかったよかった。ちょっと待って、俺どこ行っちゃった。俺どこいるのこれ。俺どこいるんだ。どれがクリスタル？やばい、やばい、クリスタルっぽいやつ。やばい、クリスタルっぽいやつ。やばい、俺なんかやばい。何かにやられてる。ちょっと待って。俺なんかにやられてる。やばい音がしてるよ。何かにやられてる。ナルコベリー。ナルコベリー。これやばい。いや俺ナルコベリー持ってない今。取ってきてくれ。ちょっと待って。俺今持ってるから。あっちの俺の分身が。ちょっと待って、もう集めた。やばい。やっぱ溺れる。溺れ死ぬ。これ溺れ死ぬ。やばい。溺れ死ぬ。ちょっと待って、今言ってるからちょっと待って。でもゴリアンドがね、今ね、多分なんかと戦ってる。いやいや。でも音楽が静まったから多分。うん。あ、待って。巨人死。誰か死んだ。待って。巨人死。やばい。お前まさか。これはとんでもないことになってる。やってもうたかも。間に合え。実は俺ゴリラと縁がなくて。そうなんだよ。あいつ縁なんだな。俺ゴリラと縁がなくて。ちょっと待って、一回ここで休憩しないと。生兄貴。でも大丈夫。戦ってる音聞こえないから。生兄貴走る。生兄貴飛べ。あ、やばい。生兄貴が殺った。ちょっと待って。ちょっと。ちょっと行くぞ。早く待って。これに生きててくれ。あ、飛んでた。お前駆け主じゃないんだよ。お前ゴーレングなんだよ。まだ。着いた。でも着いた。どこだ。いるかい。どこだお前。いるかい。口笛吹け。口笛吹け。ずっと吹け。ピュピュ。どこだ。ピュピュあるな。なんでドンさんにゴリラ渡すかな。どこだ。いねえ。どこ行ったか。お前どこ行った。あれね、真ん中らへんだったと思う。ゴリラ待って、帰っちゃったんじゃないの。あれ、あ、なんか聞こえてる。なんか聞こえてる。なんか聞こえる。戦いの音が聞こえてる。マジ。え、
戦いの音楽は大丈夫か、ちょっと待って、どこだろう、あ、うんこでいた、あ、いた、あ、やばい、草食、草食、え、また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 、やばい、大丈夫か、やばい、ちょっと待って、なんかハマってる、ちょっとハマってる、よし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 、助けた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 、やぶね、血だらけだ、血だらけだ、血だらけだ、あぶね、あぶね、血だらけだ、あぶね、あぶね、あぶね、草食にガンガン踏みつぶされてる、草食にガンガン、あぶね、やば、あぶね、助かりました、お前マジじゃん、お尻血だらけじゃん、血だらけですわ、怖ー、怖ー、怖ー、いやマジで何が起こってんのよ、何やってんのお前、まだまだまだ追ってくる、まだ追ってくる、この装飾やばい、しつこい、あ、うんこしてる、ちょっとお前うんこしてるところじゃない、ここ残りがほんまちょっと待って、ちょっと待って、待って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 、あのねスタミナがやばい、スタミナがやばい、ちょっと待って、ちょっと待って、あのねスタミナがマジでやばい、どこらへん今どこらへん、今家の方に向かってるけど、これちょっとスタミナ切れでやばい、鉄道さん、鉄の、ん、装飾が、鉄の持ってる、持ってくるよ、どこどこどこ、ちょっとくれ、俺次行ってくるわ、はい、ちょっとナルコベリー頼んだ、これスタミナやばいな、どこどこらへん、今じゃ、ま、家の方向かってる、え、家の方、うん、家の方向かってる、はい、あ、いた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 、ん、装飾は、はい、いない、よし、俺追っかけてきた、あ、よかったよかった、オオカミいたから気をつけて、いや、来てる来てる来てる、ちょっと、オオカミって話してくれかな、話して、何、俺が、うん、竹多分今俺に竹許してくれたんじゃないか、ちょっと見てくる、 あ、許してくれた、これみょーん、よかった、おいらよかった、あーマジで、もういっぱいだります、あーマジで焦った、いやー本当だな、あーマジで、あーお疲れお疲れ、ゴリラ、お前も降りろ、すげー笑うわ、やべーな、すげーわ、あーマジマジマジ、気軽に一人ペット貸すもんじゃねえよ、このゲーム、荷物もう荷物取ってくるわ、あそいつね、あのなんか X 持ってるよ、 X 持ってる、 X 持ってる、あーやばい、あーよかったよかった、いや本当過ちは繰り返すね、過ち、あれ、あのマジ本当ゴリラと縁が、マクサイじゃないのか、ここのこれは、あーすごかった、あー怖かった、あーやうく、あーついた、あー血だらけ、あーマジ血だらけの時焦ったよ、血だらけ、違うか、HP あと200ぐらいしかなってる、あーマジ危なかった、怖マジ、いやー凍えるような寒さだな、ちょっと肉いき、寒いんだよね本当に、肉いっぱい持ってってる、 X 持ってるで、うん、多分でもさ、あのさ、俺がさ、その手放した時え、でかいのもんできた、あの荷物がパンパンでもう動けなくなってたんだよな、あのほんね、うん、あ、やばい、寒っ、ヘビだ、俺の荷物ないかな、無理だろうな、これ川の中にあるかもって、川の中に、嘘、雪山の川なんて、あそこタイガーいる、痛い、ちょっと痛い、あー、ナルコがちょっと、あ、ちょっと痛い、嘘、やばい、ダメだな、ちょっと心もとなくなってきた、ナルコ探してくる、じゃあナルコ探してくる、なんかこっちとかねえかな、ねえか、おっ、びっくりした、アリだ、あ、この辺俺の荷物ないかな、あ、今入ってた、クリスタル、本当、どこだ、どれの話、川、これこれこれか、え、あれ、そんななの、こんなでねえの、え、なんかあったの、え、それ岩じゃないの、これオイルだよ、これめちゃくちゃオイル出る、えオイル、いい、30、35、38、え、いいじゃない、これじゃない、どれだ、ちょっと待って、これどこで溺れたんだろうな、もっと小さいやつ、俺知ってんだよ、見たことあるんだ、あー危ない、危ない危ない危ない、え、何、みんなには何が見えてるの、これか、これか、これだ、これ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 、クリスタル、あ、クリスタル6個しか出なかった、あ、そんなちっちゃいんだ、え、あ、これじゃない、あ、あ、あ、ちょっと、あ、あ、ちょっと、あ、これしかなかった、
ダメだ、ニョータ諦めるしかねえわ、あれ。あったあった、無理だ。ひとりあえずナルコを。うわ、クリスタルしか出ない。あー、じゃあどうなることかと思ったな。え、じゃあ何これ、もしかしてオイルやばいよ、俺。オイルオイルやばいよ、オイルやばいよ、何すごく持って帰れるよ。俺じゃあオイル持って帰るわ。ナルコがあと30しかない。ナルコ今後ろに。いや、手前じゃないでしょ。え、だって溺れてなかった俺。また探してる。あ、あそこにいるのペイさんか。沼のあの季節地ハメがやばいんだよな。そう、ここで俺倒れてたけど、ペイさんなんかその水辺にサメいるから。サメじゃないのかな。サメの姿がなんか今ちょっと確認できた。いたいたいた。気のせいか。まさか、そんなまさか。この気のせいかもしれない。あ、壊れた。ハンス。うわ、メガピラニアやられてる。メガピラニア。うわ、あそこやばい。いや、あれは無理だな、見つけるの。モンスター、モンスターハウスみたいになってるな、そこ。マジで。なんか。A さんどこ？ A さんは。俺雪の方行った。雪の方だね。対岸、俺のね、先にいるんだよ。あ、そうそう、そっちの方、そっちの方。こっち？あ、左左。ところで、それで足りるのか。もうちょい左で。いやぁ、全然足りないでしょ。てか、クリスタルしか出ない気がする。あれ、このカエル誰？あー、ちょっとカエル乗ってる、多分ペイさん。いよいよナルコが。ペイさんやばい、ちょっと、ナルコ、ナルコ、ナルコやってくれ。ペイさん、オイル？ん？オイル何？オイル、てか、ちょっと持って帰る。なんなの？オイル、何なの？あ、いや、オイル持って帰る。え？何のために来てくれたの？あ、あの、種食べたね。種？種？ X でしょ？あ、なるほど。あ、じゃあオイルとクリスタル持って帰るし。ナルコ25入れる。え、標準さん何？どこ？ペーサーの方に行ってんの？そうそうそう。俺のとこ来た。植物が5でしょ？で、今、いくつある？植物11。どうなの？多分、ギリギリ足んねえんじゃねえか。ギリギリ足んないぐらい。キノコがあったらいけるかもしんない。やっぱキノコ、ちょっとキノコ1個ぐらい欲しいな。あー、もう一回沼地区のはちょっとあれだな。そうだね、怖いね。そうだね、あそこはね、あそこはね、大きいな。あの、一人で行っちゃダメです。あのね、ダメ、ダメなんだ。あ、キノコ出た？こっちです。あ、じゃあ、ちょっと見る。出た？あ、出たね。あ、キノコ来た？よし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 。いけるか？いけるんじゃない？じゃあ。いけるか？どうする？ドンさん帰ってくれないする？え、ちょっと、え、何？今向かってる向かってる。うん。ちゃんと言えてないけど。今興奮してた。よしよし。ちょ、やばいやばい、やばい。なんだ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 。なになになに。やばい。何？何何何？カンガルーにハマったカエルが。ちょ、何してんのよ。何してん？どうしよう。え？降りれないの？なんか。降りれない。あ、てかラグってるこれ。あ、ラグってる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 、うん。降りた、降りた、降りた。え？ああ、俺すげえとこで。あ、なんだ、俺すげえとこいる。なんか俺すげえとこいる。なんだろ、どこいんの？ちょっと。よし、じゃあ、あとは任せた。カエルどこ行った？カエルはね、外出てる。外にいる。うん。どこだ？ああ、行くぞ。おお、すげえ、ちょっと待った。中入れ。なんか血だらけ、血だらけになってるの？あ、べ、なんだこれ。お前、ちょっと、いや、これ入れない。何これ？しゃがんで、しゃがんで。あ、しゃ、あ、なるほど。お前、マジ？お前、今のでやってたろ、お前。行くぞ。はい、よし、OK。お、増えてる、増えてる。あ、増えてる。おおおお。足りんの、これ。いや、絶対足りる、絶対足りる。大丈夫、大丈夫。おお、すごい。おお、増えてる、増えてる。よかった、無駄にならなかった。もぐもぐしてる。おお、よかった。あのね、HP がないから、HP ないから、ここで休ませた方がいいんじゃない？そうだね。一回ね、一回ドア閉めて。いやあ、待機に属よ。よかった、よかった。うん。待機無抵抗。よかった、俺の苦労も無駄にならなかったわ。なんだ？俺今どうなってる？俺のゲコリン。あ、なんか入ってない。入ってる、入ってる、入ってる。しかもなんかエビゾリみたいになってる。え、俺今どうなってるの？エビゾリ入ってる。入ってんのこれ？何その体勢？体勢やばいと思うんだけど。エビゾリみたいになってるよ。あ、消えた。あ、戻った戻った。
あ、戻った。どうやって入るのそれ。いや、今、いつものインベントリー開く。いい長押しで。あ、入った。あ、入ってるね。ん？入ってんのこれ。入ってるね。一人か？K でもいけない。多分だから。サドルが。なるほど。サドルが。あぶね。あ、わあ、えぐ。えぐいよ。えぐいえぐいえぐい。ダメだよ。どうなったの？あのね、もうなんだろうこれ。なんとも言えない。えぐいな。なんかラスボスに出てきそう。コアはここみたいな。そうだね。FF5 のラスボス。ラスボス。あ、そう。そうかいそうかい。それかなんかガンダムのコムサイみたいな。やばいね。うん。お、出れた。よし。出れたかい。あ、サドル作れるじゃん。あ、そう。マジ。ノンさん作れるんじゃない。え、何を？こいつのサドル。名前なんだ。プロコップトードン。検索かければ出てくる。でか。プロコップ。プロコプトドン。プロコプトドン。サドルレベル50だって。ちょ、うわ、えぐ。出てこねえな。プロコプロ。プロ。俺も入ってみたいな、一回。いや、これね、空腹はね、なんか植物で大丈夫っぽい。あ、そうなん、ベリーでいけんの？なんか、自分で今勝手に。どれで入るんだ？もう出てこない。長押し。長押しで？いい長押しして、右上の。うん、右上。プロコプトドン。あ、こういうことか。入れた？反り返って。鉄道さんも割とラスボスみたいな。こんなラスボスやだな。メガロドン。取り込まれた科学者みたいな。最終的に取り込まれたみたいな感じ。カンガルー作って最終的に取り込まれた科学者。ああ、そうだね。いいね。早くサドル作ってよ。サドル作って。面白いな。俺を運んでくれよ。見知らぬ地へ。こいつレベルいい。なんで足が折りたたまれてんの背中に。こういうふうにしないとパイルダウンできないからね。あれ、どっさん出てこない。変形するやつこうだから。プロコプトドン。50じゃないような気がするな。プロ。いや、日本語検索でも全然できるんだけど。いや、フィルターでプロって入れると出てくるよ。多分英語。英語？俺前日本語で平気だったのに。いや多分ね、そのなんか多分後に追加されたのは日本語化されてないとか。あれじゃん、日本語化されてないんだ。そうそうそう。なるほど。新しいやつなんだ。新しいやつなのか。これも入るのか。プロで。これだ。プロコプトドン。何が必要？ちょっと待って。ここで。確認できないんじゃない？てかオイル94もあるじゃん。やべえな。オイルすごかったでしょ。オイルって何使うの？オイルはジャーキー作れるよ。あと発電もできるようになる。数十日ぐらい持つんだよ冷蔵庫で。ちょっと俺肉もうちょいオイル取ってくるわ。オイルすげえよこれ。獣の皮500個だって。500個。獣の皮500。一回じゃ拠点に連れて結構持ってたんだけどな。帰んないと確認できないし、ちょっと帰らないとりあえずあれだね。あ、金床が必要なんだ。なるほどね。厳重にちょっとやばい。うん？死ぬ？いや大丈夫かな。カエル対狼の戦い。え？無理かもしれない。ちょっと待って。ちょっと無理かもしれない。どこだ？攻撃力は雪の方です。雪の方。あ、あれか。いた。俺ちょっとカンガルー見放すの怖いな。うん、ちょっとそこ行ってもらえれば。ああ、よかったよかった。あれ、なんか裸のやつが帰ってきた。カエルの機動力に勝てねえらしい。あ、え、皮500、毛皮150。毛皮？毛皮か。200？インゴット70。かなりだな。毛皮じゃん、マンモス。ちょ、エルプロさん。マンモス。何？え、マンモス？果てる、果てる。じゃあそれは次だね。俺果てる。次だね、マンモス。ちょっと待って。ちょっと待って。俺のカエル果てる。え、何？え、何？何？ちょっと待って。狼。狼？どこに？ああ、海渡ってきてる。海じゃねえ、川今。ちょっとあれだね。ちょっとみんなで。あっち。あ、これか。槍で。お、かっこいいなおい。来た狼。ちょっとやってもらっていいですか？
ほいほい。ペロ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 。うん、ペロペロしまって。ペロ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 。ほら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 。回転って言ってんだけど。ああ、ありがたい。あ、スイッチボンバーが。じゃあそのまま持って帰るか。プテラも持って帰るの怖いね。怖いね。あ、ウルフはサドルいらないんだ。そのまままたげるの。乗りてー。乗りてーな、それは。まあまあ、それはまた。うん、そうだね。一回、じゃあちょっとこれ、壊すぞ。いいよ。で、もう連れて帰ろう。もう一体の考えは無理だな。また沼地行かなきゃいけないからな。とりあえずこのオイルで、こんがり肉全部あれにしちゃいたいな。カンガルーとかも。でもいいし。てか、カンガルーこれきっとハマってるよね。なんか木にはまってそうじゃないそこ。これいけるかな。カンガルーおいで。あ、来た。誰かが中入ってられる。でも、あ、全員ペットいるから。ここオイル用の拠点とかにしたいな。ここね、こっちのうち。じゃあこれこのまんまにしとくか、まあ、そうだね。でかっ。あ、ベッドだけ作っちゃう。ああ、そうだ、作る方がいいと思う。ベッド、ベッド。でけえわ。カンガルー2匹目とか出会えないほどなの。そんなレアなの。そんなの。まあでも、この苦労を考えたら。いやー、ほんとだよ。ゴリラ死んでるからね。カエル、カエル。そしてカエルも死んでる。カエル1匹とゴリラ死にかけだったわ。ゲゴリ行ってきたわ。獣の皮持ってる？獣、あ、持ってるかもしんない。あ、ちょっと待って、入ってるかも。いやー、よかった、無事。あ、入ってねえや。これ3枚。無事どころじゃねえけど。ほぼ、無事ね、ほぼ、ほぼやられてたよ、あれ。いや、あれマジでやられてたよな。あと、うん、あれだ、マジやられてた。俺が死んだ時には、あ、終わったなーと思いました。あ、あの、ピッケルちょうだい。これ飛んでたわ。あ、はいはい。獣の皮ないや。わらが必要。持ってるやつ二人とも裸なんだよ、うん、さっき普通にカンガルーいたよな、そういえば。ん？カンガルー？うん、なんか希少らしいけど、また一匹俺飛んでる時に見つけてた。あ、マジで？うん、普通に、あ、てか今いた、今いた。え？希少とは一体？え？いや、もうちょっと見ないようにしよう。あ、いや、うん、見るだけ、見るだけ見ない見ない。え、獣の皮持ってる人いない？俺持ってないんだよね。俺も、待ってエルブロさん、俺なんだちょっとだけ持ってる。あ、じゃあ、あのカメとかで。あ、なんだあれ？なんだあれ？何？なんか。何かまた変な。ティラノのか？あ、狩るのかなあれは。なんか。俺さすがにカンガルー連れて行けねえわ。ちょっとあの、みんなでカメかなんかを。あ、カメ？タイガーの群れじゃないこれ。表示さん近いな。何あれ？何しちゃったけど、あ、やばいかもこれ。え、嘘、びっくりした。タイガーの群れと、タカ。なんか。あ、ほら、いた。すげえことになってんな。ちょっとサソリまで。あいつやサソリもいるね。うん、ちょこれだろ、さっき見つけたの。あ、カンガルーあれだね、うん、色ちょっと赤い。あ、なに、あ、びっくりした。まあでもさすがにまた死にかけゴリラ。いや、やだやだやだ。うん、さすがに。ペロ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 。おし、4。皮はどっちだっけ？6。皮どう？いや、皮9。何枚？え、マジで1年やってて1匹しか出会ったことないの？そんな？やべえな。もう俺ら2匹出会った。もう2匹出会った。皮あと14枚。14枚の皮。あそこにトリケラン。トリケランがいる。代わりにカエルが死んでるからな。うん。そうだね。しょうがねえよ。これも全部剥がないようにしとった。いやー、かわいいなー。ペロ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 。あ、ペロ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 。あー、帰って大丈夫？プルまあ、なんかあったらあれだし、いるか。キーボードでグルンって回転するのどうやってんだっけ。こいつ強えの。あ、強い。よし。あ、4。ペロ。あ、4。あ、俺1枚も取れてね。あ、いけた。溜まったかな。いや、あと戻ってるかな。あべ、あ、あぶね。あ、痛い。あ、痛い。あと、あとちょっと待って。7で、あと7。あと7。あと7？俺、もっといないかな。俺今4あるよ。じゃあ、あと3。あれ、着陸しなくなっちゃった。あれ。あれ。なんか、手頃なの。
手頃なのいないな。あそこ手頃なのいるな。あれでも。あれ違うな。鉄塔さんだって手頃なの。やめろよ。皮出ねえぞ俺。え？肉だぞ俺が。あれなんだ。あそうそうこれ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 。ペロ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 。一回置いてあれ乗って帰ろう。ヘルさんキーボードでさグルンって回転するのどうやってやるか知ってる？お、いや知らない。出なかった。なんか俺こも出ねえ。これだろこのグルンってさかっこいいよな。どう？コントローラーだったら簡単だったんだけど。ペイさん今持ってんの5。あ、それで足りる。あ、じゃあちょっとあそこ戻るよ。うん。C じゃなかった？だって。C？ おお、ありがとう。よし。よし。よし。まあ、オイルあそこで取れるんだったら本当いいな。いたいた。ちょ、渡すよ、ね。うん。これで、食事問題も。食事問題も解決ですよ。解決できそうだね。うん。よし。ベッド。ついてくるの、無抵抗ね。よし。じゃあ、さっきのあの。あそこにベッド。ここに。じゃあ帰ろう。全力で守らないと。このゲームの違うやつ？このゲームの違うやつってもはや違うやつ。あ、ラグイ。お、マジ。いや、みんな歩いてんの。あれ。歩いてる。あ、オッケーだ、オッケーだ、オッケー、オッケー。行ける、行ける。じゃあ、行くか。オッケー。帰りましょう。ちょっと先導してくれ。俺、あの、後ろいるわ。うん、俺ビビってっから。じゃあ、俺も後ろ落ちてっか。お、意外と早いな。発電はね、ちょっとまだ、ガソリンがね。ペンギンの死体、棍棒で叩くと。あれなんか、あ、大丈夫か。生ポリマーが出るらしいよ、いっぱい。生ポリマーペンギンからドンさん通りだ、あれかあれか。まあ、とりあえずこの沿いに進んでいけば。そういえばさっき獣の毛皮あいつ出したぞ、最後のやつ。最後のやつ、あの皮集めてるとき。オオカミ、最後の恐竜みたいな。え、ちっちゃい恐竜。いや違うよ、あれだよ、イクイク政治レッツゴーだよ。え、最後倒してたの多分あいつだと思う。あれでもオオカミかな。いや、オオカミじゃない。オオカミか。イクイク政治レッツゴー多分出さないよ。出さないはず。毛ないもんな、うん、出すんだったらもう行く行く政治列を叩くだけだけど。そうだね。一回試してみる。帰ったら。行く行く政治列を一回やっちゃえばいい。いやー、やっちゃダメだよ。あ、よしよし。この辺越えられるかな、ちゃんと。怖えなぁ。どこだろう、どの道だろう。ちょっと後ろをまず見てみる。はまらない、大丈夫か。やだねー。よいしょ。行ってる行ってる。おぉ、ジャンプする。あー、オッケーオッケー。すげえ。大丈夫そうやな。あんまり可愛くない声って。カエル2匹護衛がいるし、大丈夫だよ。ゴーゴー言ってる。ちょっと寒いから帰ります。はい。ちょっとね、いや、はまらないようにちゃんと歩いてるから。マジ？あれ一番強かったの？へぇ。じゃあ、ちょ、カエルがやっぱ強いんだろうな。カエルは予想以上だよね。もう1時だよ。あ、もうやばいよ。もう今日何時間やってんの？結構やってるよ。やばいよ。ハンガルだ、まあ、それしょうがねえよ。途中で本来の目的とは違うからね、うん。見つけてしまったから。しょうがねえわ。ちょっとあれだなぁ。こいつ、あの中だけに入れとくのは怖えなぁ。ちょっと待って。OK。引っかかってた。ちょっと専用の。うん、部屋を作るか。エネクロさんの家に入れとけばいいんじゃないの。ああ。石で囲まれてるじゃん、あれ。そうだね。いいの？俺のになるよ。いや、ダメだよ。そういうのじゃない。そしたら、あれすぐデモリッシュするから。そうだ、ね、全員で協力してたから。そう。家デモリッシュするから。そう。全部。あ、じゃあ、エネクロさんの勝ちゃん。全部精神。テトさん違う、聖子ね。同じなんだよ。よーし、ちょっとこれさ、端に寄せすぎててちょっと怖くない？これいつも思うんだけど。ラコースター出ちゃってくる。この辺から左。ああ、
そういえば、いや、さっきのエルプロさんが来た時も、こっちの方が多分安全なんだよ。ああ、向こうの方がいいのか。この辺なんか全然雰囲気、ここだけ違うんだよ、ね、こいつらだけ無視だな。俺の意見。こいつ、うわ、違うね。大丈夫だ。ああ、なんかこの辺引っかかりそう。この辺ちょっと洞窟は当分、当分だね。ああ、でも来てる来てる。ちょっと準備が、時間かかりすぎる。うん。まだまだ。カルノより強いんだ。そうだなー、ちょっと次までに石の、あれを、やろうかな。ちょっと綺麗にしたい？いや、てか高さを2段とかにしないと。あれこれ、まずいね。対岸の方にない？大丈夫？あ、マジ？うん。ん？ん？どうなん？対岸に、あ、そこから。あ、本当だ。大丈夫だ。こっちか。あれ、カンガルー。あ、カンガルー引っかかってる。戻る。あ、すっ。ん？なんだ？あ、ちっちゃいのだ。ちっちゃいの。あ、カンガルー攻撃されてる。え？こら。ちっちゃいの、ちっちゃいのよ、それ。あ、ちっちゃいのか。あれ。よし。大丈夫、大丈夫。危ねえ。ボンバーどこ行った？あ、俺か。なんつうとこにいるんだ、お前は。あ、チンジズネームじゃない。よし、よし。よし、戻って終わろう。あー、無事終われる。暗くなってきた。でもね、一応 HP400 あるから。まあまあ、多少は耐えられるね。うん。あ、これ殴ってる平気？大丈夫。よし。カンガルー強そうな感じすんだけどな。うん。攻撃なんだろう、やっぱ蹴りかな。パンチでしょ。パンチかな。だって、あれでしょ？尻尾で立って蹴るじゃん。うん。カンガルーパンチとも言うからね。帰ってきた。鉄拳に出てたぐらいだからな。うん。ああ。出てたね。鉄拳に出てたぐらいだから。ただいまー。エルブさんちじゃなくていいの。よし。怖くない？あっちもあっちで。だって入れないでしょ、多分あれ。一回デモリッシュしなきゃダメだよ。着いたー。ああ、動産ライフル持ってかなかったんだな。持ってかねえよ。あの、持っててたら、うん、あそこで落としてた。沼に、沼に、ひたひたに。今ね、ちょっとね、ふと、うん、と思ったけど、ちゃんと入ってたわ。うん、クロスボウとか全部落としちゃったなぁ。よかった、大器。全部落とした。あー、やらかした。あー、よかった。いや、よかった、入り込んだ。あったかい。いい収穫を得たじゃないですか。うん、そうだ、あったかい。あんまり奥には行かなかったけど。でもどっちみちあれ以上、うん、奥行けなかったよね。節減。多分ここいじるわ。うん。毛皮か。マンモスだな次。うん。視点変えれない。これ。変えれないんだよね。そいつ入っちゃうと。あ。あ。え、そこの中でしたの？ちょっと。うんこでした。そこの中でダメじゃない？この絵すげえな。この絵神秘的だな。どこにいるの？うん。考えるところ。ああ。入ってんのか。よしよし、こんがりのいい感じ。あー、すごい見られてる。これここでやったらここで倒れるの。気持ち悪く見えてきたな。こんがりかわいい。いいねー。いやー、今回はゲコリンか。あー、失ったものね。うん。かっこ、うんぽこりん。お、入った。うんぽこりんがいいな。うんぽこりんがやられたなぁ。41レベルだったのに、あいつ。ねえ、あいつ強かったのにな。あいつ、エースだったのになぁ。考えるレベル1なんだなぁ。じゃあ、終わっときます？はい。終わっときましょう。はい。本日もご視聴ありがとうございました。はい、ちょっと長くなっちゃいましたけどね。なっちゃいましたけど。ではでは、お疲れ様でーす。はーい、お疲れ様でーす。